庄内の春の味覚ゆた川孟宗の集荷が今日から始まりました。L は 20.7。 次々と車から運び出されるカゴ、中には鶴岡市ゆた川の特産ゆた川孟宗が入っています。地域の山で収穫されたこのタケノコはえぐみが少なく、春の直売が始まると平日の早朝から多くの人が買い求めに来ることで知られています。直売所では今朝、あさってのオープンに向けて朝採れたばかりのタケノコが次々と集荷されていました。関係者によりますと、ゆた川孟宗は豊作の表年と豊作まではいかない裏年が1年ずつ繰り返されているということです。今年は豊作の表年にあたり、今朝6時半からの1時間で去年の初収穫に比べて100キロ多いおよそ470キロが集まりました。 JA 鶴岡では今シーズンは去年の倍の12トンの収穫を見込んでいるということです。ゆた川孟宗はえぐみもなく、柔らかく美味しいもそうですので、皆さん大勢お越しになってお食べください。こちらはタケノコ狩り名人の斉藤兼弘さん。20年以上タケノコ狩りを続けているベテランです。ご覧の通り、この急斜面で足場が大変悪い中で掘るのが一番難しいです。それでも今年は豊作が見込まれる表年とあって気合が入っています。初日から73キロ取れたんですごくいいと思います。去年は降り始めで5キロぐらいでしたから、連休中は内陸の方からお客さん並ぶんで一生懸命掘りたいと思います。ゆた川孟宗の直売所はあさって午前7時30分にオープンします。なくなり次第終了で1時間前に整理券を配るということです。